今日はですね、キーイングと、新しく作った空を合成してみたいと思います。まず最初にですね、写真を呼び込むために LD をクリックして、写真を選びます。今日はこの花の写真を使ってキーイングでこの空をの部分を抜いて、そしてですね、新しい空と雲を入れてみたいと思います。それではまず抜く作業からやってみたいと思います。これを抜くためにはですね、瓶からマット、そしてプリマットをクリックします。プリマットこっちに出しましょうかね。ビットで小さくします。そしてですね、ここを抜く際にはどうすればいいか、まずここをクリックしてですね、ここをなぞる、一発で抜けました。どのくらい抜けてるのかと言いますと、まあ、大体いい感じに抜けてるんじゃないかと思います。どのみちここは空を入れますのでね、このくらい抜けてれば十分かと思います。それでは次にですね、空を作っていきたいと思います。空はですね、ただもう青空にしたらもうこれと丸っきり一緒なので、雲を作ってみたいと思います。雲を作る際にはですね、まず、ホワイトノイズ、ごめんなさい、これはファーストノイズって言うんですね。で、見ていただければわかると思いますが、こんな感じ、雲模様ですよね、俗に言う。で、コントラストとかつけて雲らしくしてみせましょう。スケール変えるとこんな感じになります。はい、これで雲模様ですね。そして次は何をしようかと言いますと、これをですね、こちらに貼り付けるようにはなるんですけれども、これだとただまだらにしか見えませんよね。そこでこれをちょっととりあえず動かす作業をしないといけないんですけれども、動かす作業はまずこれを下に持っていっておいてですよ。そしてですね、ここで動かすので、ここをアニメートしたいと思います。そしてですね、ちょっと線じゃ多いですので、300ぐらいにして、まず最初ここの位置がこれになってますね。そして最後の位置でこれがこの辺になるようにしましょうかね。動かしてみると分かると思いますけども、雲が流れていくような様子になると思います。ただこれでですとね、下から上になんか雲が上がっているように見えるので、これをちょっと変換させたいと思います。それにはですね、瓶からですね、トランスフォームを選んでもらって、まず DVE ってやつ、これで斜めにするものなんですけども、クリックしてもらうとつながってますね。今この状態です。これを斜めにしたいと思います。そこでですね、大きさをちょっと大きめにしといて、そうですね、これで斜めにするとですね、なんとなく空みたいに見えてくるんですよね。大きくして、
応大きくなったかなと思います。これで流してみましょうかね。こんな感じに見えます。雲がこう手前に来てるように見えるんじゃないでしょうか。これができましたらですね、ちょっとストップしまして、バックグラウンドを作ります。バックグラウンドは BG ですので、これをクリックしますね。そしてどれを使うかと言いまして、いろいろ使い道あるんですけども、一番簡単なグラデーションで青とですね、それと少し明るめの青、グラデーションを作ります。これ横向いてますので、これもトランスポーズさせたいと思います。ピンからトランスポーズを選んで、ごめんなさい、トランスフォームですねを選んで、そしてですね、これを回転させます。90度させた方がいいですかね。そしてですね、サイズを変えて、はい、そしてですね、役者は揃いました。そこでですね、まずこれが写真なので、一番上に来ますよね。そしてその次にこれが雲模様、バックグラウンド、これが一番最後ですよね。でいうことなので、よいしょ、これを見てみると逆になってます。雲が上に来てますんで、これを雲を下にしないといけません。そこでちょっと手を切って、そうですね、これ逆の方が良かったかな、ちょっと待ってくださいね。よし、これをはい、 OK です。でこんな感じになっております。そしてですね、最後にこれをつないでやるんですけれども、マージを一つ作ります。マージマージマージですから、これですね。そしてバックグラウンドが黄色に来ますので、これを左右下に置きましょう。そしてでこんな感じになりますね。はい、トランスフォーム、ちょっとトランスフォームを使って大きさ変えましょうかと。感じになっております。そして動かしてみましょうかね。どうでしょうか。ちょっとなんか不自然さがありますね、この辺ですね。はい、それはですね、これを、セーブしたいと思いますので、セーバーを押してください。でどこに入れるか決めます。デスクトップに入れたいと思います。わかりやすいように111で
ファイルはクイックタイムにしたいと思います。クイックタイムムービー、はい、それでセーブします。そしてレンダーをクリックしてスタートレンダーです。はい、ここ動いてますね。この辺もピカピカしてます。絵も動いてますね。300フレームですけども、そこそこ時間がかかります。ちなみにここに見えるのはメモリーです。まあそう大した使ってないですね。はい、出来上がりました。それでは見てみたいと思います。チー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 ってどれだこれ、あ、すみません、違うところに出てますね。はい、見てみます。こんな感じです。ちょっとここ切れてましたね。まあ、こんな感じでした。はい。お分かりになりましたでしょうか。今日は、キーイングで、背景を抜いて、それに新しい雲模様の背景をつけてみました。お役に立てれば幸いです。ありがとうございました。